まあ、僕の試合は絶対盛り上がったか盛り上がらなかったかが一番だと思うんで、もう最低限盛り上げて勝って終わりたいです。勝っても負けても会場を沸かせてきた名バイプレーヤー、激闘大魔神が引退する。橋本道場、橋本悟、決して主役ではなかった。しかし殴られたら殴り返す。スター選手よりも会場を沸かす時は多々あった。迎える最後の激闘、名だたるチャンピオンたちと倒し倒されのいい試合やって、根性ある素晴らしい選手なんで、まあ、その選手から引退試合の相手で面白い相手やったのかなと思いましたね。戦いの相棒には最高の相手が名乗りを上げた。鎌田のロッキー勝二。老舗団体新日本キックを代表する激闘男はこの引退試合のオファーを快諾した。そう、激闘大魔神を前に勝二の心は火が灯っている。橋本選手も今回、まあ、ラストマッチってことで命かけてでもやってくると思うんで、僕もそれに応えられるようにもう魂と魂のぶつかり合いになるんじゃないですかね。橋本悟、最後の大花火、燃えて散るか燃えて昇天するか。ノーキックノーライフで引退ってことは、まあ、失神しないと経過を引退できないみたいな流れになってるんで、まあ、その仕事をしっかりできるようにいい KO 勝ちを目指してます。お互いダウン取り合って最後僕が倒す、噛み合うと思うんで楽しくなると思います。橋本悟 VS 勝地。